皆様、ま、こんにちはキャリアコンサルタント資格講座説明会を始めますえ私はレック東京リーガルマインドキャリアコンサルタントか講師の西脇直子ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、では画面切り替えていきますキャリアコンサルタント資格講座説明会ですこちらの画面を、えー、中心に進めていきたいと思います 今日の「資格講座説明会」ですけれどもまずレック東京リーガルマインドにについて簡単にご案内をしますその後パート1として「キャリアコンサルタントとは」パート2として「国家試験の概要」パート3として「レックキャリアコンサルタント養成講座」のご案内それからパート4として「合格後のサポート」「NPO 障害学習」という団体についてご案内をしていきます。そして スケジュールと受講料のご案内につきましては皆様お手元にこちらパンフレットこちらのパンフレットとスケジュールと金額が書いた冊子をお持ちでしょうかお持ちじゃない方がいらっしゃいましたら本校のスタッフまでお声かけください。こちらとパワーポイントの資料をを中心にお話をしていきままます。す。では次進みますまず、 レッグ東京リーガルマインドのご案内ですが、レッグは学ぶスキルアップをする働くライフキャリアキャリア全般について一貫をサポ一貫してサポートをする会社です。このキャリアアップ事業ここにレッグキャリアコンサルタント養成講座も入ってくるんですけれども、レッグは今から四十二年前に司法試験の 予備校とししして設立しましたその後公務員試験やさまざまな、えー、難関資格の対策講座それから民間の資格を取るための講座なども実施をしている、えー、そういう会社です、えー、そして全体見ていただきますとキャリアアップ事業の下は保育福祉関連とあります児童子育て支援などのサポートもしています。 それから右側の下赤い枠「ライフキャリア」とありますが REC では、えー、寄席講座ですとかその他様さまざまな難関資格に合格された方々に対して「婚活事業をスタートしています。プロマリッジ」という名称で婚活事業を行っていてまさに学ぶところから始めてライフキャリア全般まで、えー、私たちの方で支援をしています。 左下緑のリカレント教育。最近よく言葉としては聞くと思いますけれども、NPO 障害学習という団体で私たちの方ではさまざまな取り組みをしています。こちらも後ほどお話をしていきます。それではパートワンです。キャリアコンサルタントとは、はいキャリアコンサルタントとはキャリア相談のプロフェッショナルのことを言います。 就職転職キャリアアップなどを支援し自分らしく生きるをサポートする相談者であったり様々な人を支えるのがキャリアコンサルタントのお仕事です2016年4月に民間資格から国家資格になりまして資格に対する信頼度が向上しました すでに実務で活躍されている方もプロとしての知識やスキルがあることを資格を通じて証明していただくと良いと思いますまたこれからキャリア分野で活動しようという方には必須の資格ですさらに実務に従事されている方相談者の安心感と信頼感を高めて 自分ご自身のですね仕事の幅を広げるためにも資格取得がおすすめですのでぜひこちらの方とっていただけたらと思いますキャリアコンサルタントを取り巻く環境変化について簡単にお話をしていきましょうまずレックのキャリアコンサルタント養成講座がスタートしたのは2001年のことですそれからもう20年以上が経っています 最初は民間資格としてスタートしていましたが2002年に厚生労働省が能力評価試験とししして指定をいたしましたまその後は厚生労働省の方でキャリアコンサルタントを一層増やしていく必要があるということで10万人養成計画を打ち出しキャリアコンサルタントの国家資格化が2016年4月に実現しました。 キャリアコンサルタントのスタート時点のところで多かったお仕事といいますと就職支援就労支援なんですがここにも書いてあります通り1991年のバブル崩壊ここではリストラが盛んに行われていた関係で再就職支援の専門人材としてキャリアコンサルタントが活躍をしましたそしてその後2008年リーマンショックありましたね リーマンショックの後は非正規の就労者の方々の支援をどうするか、就職活動のお手伝いをする、そんな場面でキャリアコンサルタントが活躍の舞台を広げていった、そんな事情がありました。えそして、なんといってもコロナショックですよね。ここにも書いてあるんですけれども、コロナショックによって社会環境が激変しましたね。オンライン化が進みました。 キャリアコンサルタントの面談も以前は当然のように直接お目にかかってお話をするそんな形式がほとんどだったんですけれども今ではオンラインを使っての面談がもう中心になってきていて実務ではオンラインによるキャリアコンサルティング盛んに行われててていいますまますたテレワーークが普及しましてコミュニケーションや働きき方もだいぶ変わって,きています。 それからデジタル化が進んでいまして RPA や AI や DX この辺りが進展してきますと単純作業や機械的な作業がどんどん機械に移っていって人がやるべき仕事は考えたり発想したり企画をしたり人じゃなければできないことがどんどん人の仕事としてやらなければならないそんな状況になってきました。 こうした社会の激変を受けてキャリアコンサルタントがやるべき仕事は再就職支援や転職支援はもちろんなんですけれども今働いている方々がこの先どのように仕事をしていくのかキャリアアップをしていくのかそこも大きな役割として加えられてきた、えー、コロナショックというのはキャリアコンサルタントにとってそのような意味合いもあります。はい、少し画面戻っていきます と次いきますキャリアコンサルタントの資格体系についてお話をしておきますえ皆さんこれから養成講座を終了して目指していただくのがキャリアコンサルタントの中でも国家資格キャリアコンサルタントですこの画面では一番下に書かれているベースラインに近いところですで、その上なんですが実務経験がある方実務にすでについている方の、えー、スキル感 レベル感を測るための検定試験としてキャリアコンサルティングの技能士の2級と技能士の1級があります1級というのがキャリアコンサルタント資格の中で一番レベルが高いものになりますこれ合格者の数見ていただくととても分かりやすいんですけれども1級合格している方というのは日本全国で合格者481名しかいないんですね で一級というのは指導者レベルなのでキャリアコンサルタント全体を指導できるアドバイスができるそういう方々のことを言います皆さん目指すのは国家資格のキャリアコンサルタントまずここからスタートになりますえそして一番下キャリアコンサルタント登録者の合計として59,058名という数字が書かれています ま先ほど社会背景のところで厚生労働省がキャリアコンサルタントを増やしていく10万人計画を打ち出しましたとお伝えしました10万人まで要請していきたい中で今6万人近くまでキャリアコンサルタントの人数が増えてきているということになりますでそのように人数を増やしていかなければいけない 注目されててていいいるキャリリアコンンサルタトトですすが資格を取得した際のメリットにつままとめていますもちろんキャリアコンサルタントとして仕事をしていく、まあ、資格を取ったのでその資格を生かすという非常にあの、まあ、ポピュラーな、ね、自然の流れとなりますが先ほども言いました通り雇用環境の変化や社会の動きに応じてキャリアコンサルタントの仕事というのは常に 存在するんですねであの少し前なんですけれども AI ですとか、まあ、DX とかデジタル化が進んでいった時になくなる仕事となくならない仕事というデータランキングが出ていたのを皆さんご存知でしょうか、まあ、その中で例えばあのスーパーのレジは最近自動化されているところが増えてますよね。 担当の方がいらっっしゃったとしてもお金の支払いは自分でで機械でやるそのように変わってきてきいますそのように徐々にデジタル化が進んでいくことで、まあ、雇用される人数が減ったり求人が減っていくお仕事もありますけれどもかたやコンサルタントやカウンセラーといった対人支援の仕事はどれだけデジタル化が進んでいってもなくならないと言われています。 あ,のある意味当然かもしれないですよね、えー、いずれは将来的にはロボットに対して相談する時代は来るの、うん、どううでしょうね来るのかもしれませんがでもやはり人でなければ受け入れられない気持ちだったり、えー、相談するそれは人じゃなければできないそういうことがありますのでキャリアコンサルタントの仕事というのはこの先もなくなることがないと言われています。 キャリアコンサルタントの活躍の舞台は次のスライドからご案内をしていきたいと思いますはい、そして2番目として書いていますが養成講座での学びを生かして活躍するこれもぜひお伝えしたいんですキャリアコンサルタント養成講座で学ぶことというのは傾聴の仕方つまりお話をどう聞くかということそれからコミュニケーション力を高めるやり方 そして面談スキルの向上このような勉強をしていきますそれによりまして営業マンの方であればお客様とのやりとりそれから組織内でまあ会社の中でお仕事されている方でも上司や部下同僚とのコミュニケーションについてこれまでよりも良いコミュニケーションを取ることができるようになっていきますそれによって信頼関係を作っていく 維持していくのに非常に役に立ちます。養成講座の学びというのはえ、皆さんの普段のお仕事に十分生きてくることになります。また、お仕事だけじゃなくても、ご家庭の中でのコミュニケーションにも役に立ちます。あのよくですね。えま、ー、ご家族の中で、例えばご夫婦の中でもあのご主人がなかなか話を聞いてくれないとか。 そういうあのお話もありますよねで計傾聴してお話を聞くそういうスキルとか考え方について学んでいただくことでご家族の中でのまたお友達同士や知人の方とのコミュニケーションもアップしていくことができますこれも養成講座で学んでいただくことのメリットですはいちょっと戻りますねそれからご自身のスキルアップに何より役に立ちます 今社会環境が本当に激変していますよね今回のコロナ禍の中でご自身と向き合う時間や機会が増えてこの先の働き方や生き方について考え直したそんな方も多いと聞いていますまたえ皆さんご自身の価値観にももしかすると変化があったかもしれません この先社会はさらに速いスピードで動いていくと言われていますどん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 環境が変わって状況が変わってもちろん労働市場や労働環境雇用環境も変化をしていきますそのような中でご自身の人生を充実させるためにはどうしたらいいのか皆さん自身のスキルアップが非常に大切になってきます の人生100年時代で学び直しリカレント教育で社会人の方ももう一度例えば大学院に入り直すとか、えーま、今回の例えばキャリアコンサルタント養成講座を受けるとか他の資格の勉強をするとにかく学んでスキルアップをしていくそういう動きが活発になってきていますよね。 そうししたたた中の一つのつ講講座座としててキャリアコンンサルタント養成講座を位置づけていただけたいいだら良かなと思います。えそしてキャリアコンサルタント養成講座の中で学ぶことというのはまさにどのようにキャリアアップをしていけばいいのかスキルアップをするためには何をしたらいいのかどのような考え方に基づいて自分の人生を設計したらよいのかそのようなことを勉強していくんです。でですので、えー、皆さん あのご自身のスキルアップのためにキャリアを考え直す機会としても本当に最適な講座だと思います、はい、はい。では次行きます活躍の舞台どんなところがあるのかなということをお話ししていきたいと思うんですけれどもここでちょっと、えー、パンフレットの方を見ていただきたいなと思いますはい 先ほどちょっとご案内しました。キャリアコンサルタントのこのパンフレットなんですけれども、はいちょっと見にくいので、あの皆様お手元で確認いただければ良いかと思うんです。けれども、2ページ3ページちょっとプレゼンターで写してみましょうかね。はい、こちらですね。キャリアコンサルタントの活躍の領域なんですけれども、えっと大きく分けていくつか書いてありますね。公共分野 はい、それから人材の分野独立しししててももちろん起業して活動される方も大勢いいらっしゃいますそれから企業内例えば今お勤めをされている方が企業の中でどう生かしていくかそして教育分野これはあの大学のキャリアセンターなどでのキャリアコンサルティングを行うそのような分野でキャリアコンサルタントは活躍をしています。 これについて少しずつパワ、えーポイントの方で見ていきたいと思いますまずハローワークなどの公的機関での活躍ですハローワークこれい,いくつかありましてね一般のハローワークマザーズハローワーク若者ハローワーク新卒応援とありますがもちろん職業紹介やマッチング職業訓練の相談を受ける それから、訓練前キャリアコンサルティングといいまして職業訓練などを受ける前にキャリアコンサルティングを行うジョブカードというものに基づいて実施をするそのようなお仕事があります。それから若年者の方向けにはジョブカフェこれ都道府県が運営してますけれどもそれから厚生労働省が運営しているサポステ こちらも就労支援や就労に向けたスキルアップセミナーを行うそしてこの公的分野というふうにお話ししていますけれども後ほどお話ししますがあのこうしたハローワークの中にいらっしゃる職員の方とかキャリアコンサルタントの方というのは実は民間の機関から行っている方ってとっても多いんですね。 あの全員厚生労働省の職員というわけではなくてここに皆さんキャリアコンサルタントとしての活躍の大きな舞台がありますこの後お話ししていきますねはい、一旦ちょっと他のところをお話ししていきましょう教育機関です先ほども少しご案内しましたが大学や短大のキャリアセンターですまキャリアセンターで新卒向けの、えー もちろん採用新卒採用に向けてのアドバイスや指導を行う特に学生の方向けにはエントリーシートを作るお手伝いをしたりまた大学の中でのキャリア教育プログラムを作ったりそれを実施したりそういうお仕事がありますそれから最近では専門学校でもキャリアセンターを置くところが増えてきました 専門学校は特にどのぐらい就職できるか就職率大切ですので企業のの情報の提供であったり、マッチングに大変力を入れています。そしてキャリア教育の分野ではこのキャリア教育が大学だけではなくて高校中学小学校とどんどん低学年化していきまして小学生の頃から職業について理解をする。 そういう勉強も始めていますので、こうした分野でもキャリアコンサルタントの活躍の場面がたくさんあります。そして企業領域です。人事部で働く方は、もちろんキャリアコンサルタントの資格を大いに役に立ちますね。人材育成やキャリア研修など、それから職場にどうやって定着をしていただくか、 離職の防止だったりメンタルヘルスマネジメントの分野でもキャリアコンサルタントの資格や学びが役に立ちますそしてもちろん人事部以外でもさまざまな部門でも先ほどもお話ししましたがコミュニケーションスキルのアップとか傾聴力を上げていくことでマネジメントに活用できる顧客ニーズの発掘ができる 社内のコミュニケーションの円滑化につながるこのようなメリットがありますさあそして人材紹介や人材派遣ではキャリアアドバイザーやコーディネーター人事コンサルタントこうしたところでの活躍も期待できますねそして就職氷河期世代の方の正社員就労支援これも来年度も厚生労働省の方からの予算が かなりついている分野ですので人材紹介人材派遣でお仕事される方はここの就職氷河期世代の方の支援をされる方も多いかと思いますそして先ほどお話ししましたあの公共機関でのお仕事公共案件と言いますが行政からの委託事業で行う民間企業が行っていますこれレックでもあの行政からの 特に厚生労働省からの委託事業を複数受託していまして実際にハローワークの中にもレックの社員が入ってそこで就職支援を行ったりセミナーの講師を担当したりしているんです。でレックで実施運営する、まあ、案件事業のキャリアコンサルタント募集情報などは NPO 障害学習 とといいいいうところにに登録ししててたただいた方にはメールでお送りをしていますまたこの下の方に書かれているのは REC のホームページの中で募集状況などもお伝えしていますので養成講座終了されてキャリアコンサルタントとしてお仕事をしたいという方は是非この公共案件についても調べていただけると良いかなと思っています。 そして資格のさまざまな活かし方ここまでご紹介できていないものについて書かれています最近副業ですとかねあのパラレルキャリアという言い方しますがご自身が持ってらっしゃるお仕事以外にさまざまな場面で活躍されている方も多いかと思いますキャリアコンサルタントもいろんなお仕事されている方が多いので今後の働き方また皆様の人生の 歩み方としてお考えいただけたらいいのかなと思っています。はい。では続きまして、国家資格キャリアコンサルタントの試験概要のご案内をしていきます。はい。二千十六年八月に第一回の試験がスタートしまして、つい先日第十八回試験の合格発表があったところです。はい。で、国家試験の概要なんですけれども。 学科試験と実技試験の二つのジャンルがありまして、学科と実技両方合格して初めて国家資格が得られることになります。で、特徴的なのは実技試験ですね。論述試験の他に面接試験があるのが何より大きな特徴です。面接試験はえ合計二十分の時間の中でロールプレイ十五分と。 口頭諮問という試験監督から直接質問を受けてそれに答えるそれが5分合わせて20分ロールプレイで何をするかと言いますと実際に試験の実施団体側が用意した相談者の方がいらっしゃいましてその方に対して相談業務をやってみるこういう試験になります。のまあ、この 面接試験ロールプレイが心配という方も多いんですけれども、ここご心配いただくことがないのですが、それはこの後お話ししていきますね。まず先に試験の日程をお伝えしましょう。キャリアコンサルタントの試験は今年3回行われています。そして今から一番近い試験が第20回になりますが、 これから養成講座を受講される方はこちらの第20回ではなく第21回の試験を受けていただくことになります実務経験で受験をされる方実務経験3年以上ある方はキャリアコンサルタント養成講座を受けなくても試験の受験資格がありますので実務経験をお持ちの方はこの第20回試験 2022年7月の試験を受けることができます実務経験をお持ちの方は試験対策講座などを受けて合格を確実にしていただいて第20回試験目指していただくと良いかと思います今、養成講座を検討されている皆様は第21回、2022年の11月の試験を目標としていただくことになります そしてその後は第22回が2023年になりますがちょっと今数字抜けてますが3月の試験ですね2023年の3月にも試験が行われますまたその後第23回以降についてはまだ試験日程発表されていませんが年3回の実施予定かと思いますまあ、国家試験としては年3回試験があるのは 非常にチャレンジしやすいかと思いますはいそして皆さん気になるところですね合格率のデータをお出ししています直近の第18回合格発表があったばかりの試験のデータまで第1回目から並べてありますはい第18回試験の合格率折れ線グラフを見てくださいい 八十一点一パーセントです。すごいですよね。学科の合格率八十一点一パーセント。八割の方が合格する国家試験って、他に多分ないですよね。はい。非常に年三回あって、合格率八十パーセントというのは、本当に。ご検討いただきやすいかなと思います。そして、実技の合格率。 先ほど面接のロールプレイがご心配の方いらっしゃるかなとお伝えしましたが第18回の数字見ていただいてもの方が合格をしていますこちらも波はありますけれども一番合格率高かった時は74%でしたが最近は60%の前半ぐらいで落ち着いているのかなと思います。で 今回の第18回試験なんですけれどもこの学科と実技一発合格と私たち言ってますけれども1回の試験で学科試験と実技試験両方合格した方のパーセンテージが64です何度も言ってます通り年3回の受験ができてかつ一発合格の方が64%というセントという。 本当に国家試験としては非常に受けやすい試験かなと思っていますあの多くの試験では民間の試験から国家試験に変わるとだんだん難易度が上がっていって合格率は下がっていくんですがキャリアコンサルタントの試験は18回まで来ましたがいまだに合格率高い状況を維持しています。ただこの先いつまで その状態が続くかは、うん、ちょっとわからないところもありますのでチャレンジしようと思う方は早い方が良いかと思います早めの養成講座の受講とチャレンジを考えていただけると良いですねはいはいではパート3として今度はレックキャリアコンサルタント養成講座について 具体的にご案内をしていきたいと思います。はい、レックキャリアコンサルタント養成講座の特徴なんですけれども、ちょっとパンフレットの方に移りますね。はい、これがレックキャリアコンサルタント養成講座のパンフレットなんですけれども、ここに書いてあること2つ注目していただきたいですね。厚生労働大臣認定の講座だということ。それからはい、ちょっと下の方ですね。 ちょっと字ちっちゃいんですけれども受講料70%まで支給されますよって書いてありますがこの下に専門実践教育訓練給付制度の対象講座ですと書いてありますこれを画面を切り替えてご覧いただきますはい、まず厚生労働大臣認定の講座これどういうことかと言いますと講習終了によって国家試験の受験資格が得られる講座だということなんです 先ほど実務経験が3年以上ある方は、養成講座を受けなくてもそのまま国家試験が受けられますよとお伝えしました。逆に言い換えますと、実務経験がない方でも、厚生労働大臣認定の講座を受けていただいて、講座無事に終了すると国家試験の受験資格が得られるということです。で、レックのキャリアコンサルタント養成講座はもちろん、 講座を終了していいただくととと国家試験験の受験資格が得られるるチャレンジできるということですそして2つ目専門実践教育訓練給付の対象講座ですので講習終了によってお支払いいただいた受講料の50%それから資格取得等でこれ一発合格って先ほどお話ししましたが一発合格していただけると20%の追加給付が得られる。 合計です、ね、70%受講料の70%が皆様のお手元に戻るそれが先ほど見ていただいたこれですね受講料の最大70%まで支給される REC のキャリアコンサルタント養成講座はそういう講座だということなんです。そしてこのの専門実践教育訓練給付の対象講座に えー、対象講座で70%の支給を受けるためには条件がありまして受講開始日これ毎月1日なんですけれどもその1ヶ月前までにハローワークで手続きをしていただく必要がありますここは必ず守っていただかないと給付が受けられないのでご注意くださいえ、そしてその下の水色の枠で囲ってありますが、まあ、この 厚生労働大臣認定だったり、えー、専門実践の教育訓練給付の対象講座になるというのは一定の合格率や修了率、まあ、要は受講されてからきちんと終了できたかどうかですね修了率などの基準を満たした講座のみが大臣の認定や指定を受けることができるんです。レックの講座はもちろん 指定を受けているんですがそれはつまり講座の質が認められているという証拠ということができますどうぞ安心してお申し込みいただき受講をいただきたいと思いますはいでは次カリキュラムのご案内をしていきますはい、あのこのカリキュラムなんですけれどももともと 厚生労働大臣の認定の講座ということもありまして時間数などが決まっていますしテキストやや講師やどのような内容を教えるるかこれも決まっているんですでレックでは知識編通信編と実践編とまあ分けているんですが知識編通信編がご自宅での学習で65時間。 実践編として通学あるいはオンラインズームで7.5時間かける12日間の90時間を習得していただく必要がありますこの知識編通信と実践編通学オンライン両方を修了した方にキャリアコンサルタント養成講座の修了証を発行しますこれによって 国家試験の受験資格が得られるということになりますで、この実践編なんですが通学クラスとオンラインのズームクラスから選ぶことができますえ、そして学びやすさがとにかく抜群なのが振り返制度があるんです振り返制度って何かとちょっと言いますとね今ちょっと1個戻りますね はい、こちら見ていただきました通り「実践編通学オンライン Zoom」と書かれているところ7.5時間かける1 2日間ですね12日間通学実際に通うかあるいはオンライン Zoom で双方向で学ぶ必要があるんです。そうすると、まあ、あの受講生の皆さんね 社会人の方がやはり多いま大学生の方もいらっしゃいますが大学生の方も学校の勉強など忙しいですよねなかなかこれしっかり12日間のスケジュールで通うあるいは双方向でズームで学ぶというのも大変なんですねそのため振り返制度を用意していますで、この振り返制度なんですが、えー、無料で行っています また全国どこのレックの本校にも振り返ることができます。クラスの定員が20名最大20名と20名と決まっていますので定員を超えての振り替えはできないんですけれども、のどこの本校にも振り返ることができます。それから次の期への振り替えも可能。 皆さん四五六月生でご検討いただいてますけれども、その後の八九月生の実施も予定していますので、そちらに振り返っていただくこともできる非常に柔軟な制度になっています。ただ、まあ、専門実践教育訓練給付を使って七十パーセントの給付を受けたい方については、受講終了の期限が定まっていますので、そこだけご注意いただく必要はありますが、柔軟に振り返りを認めています。また。 通学ククラララススととオンラインイのの間の振替りもりも可能ななっていますここも大きな特徴ですの普段は通学クラスで通っているけれども今回はどうしても家から例えばねコロナがまたちょっと心配されていますね完全に収束していない状況なのでやはりオンラインで受けたいですとかご家族の事情などで今日は家を離れることができない。 そのような時には、えー、もえきますまたオンライン Zoom クラスの方が Zoom、えー、で、えー、ロールプレイなどと面接の練習をするだけではなくて実際に通学で、えー、リアルな場でですね面接の練習をしたり講師の先生に直接お話をお聞きしたり質問したり。 そういうことをしたいという方は、オンラインズームクラスから通学クラスに振り返る、そのようなこともできるようになっています、はい。こちらもパンフレットなんですけれども、これパンフレットのですね、4ページ、5ページにカリキュラムや試験スケジュールなど書いてありますので、ご確認いただけたら良いかなと思っています。そして、次のページですね、6ページから7ページにかけて、さまざまなレックの、 あの講座のですね特徴なども書かれていますこちらもぜひご参照いただきたいと思っていますはいそして1個ちょっとご説明したいのが今あの振り替えが全国どこの本校でも可能というふうにお伝えしましたがこちらのですねキャリアコンサルタント養成講座受講料スケジュールのご案内ちょっとこちらですねはいこれです受講料スケジュールのご案内これご覧いただきますと 全国の実施本校とクラスが書かれていますのでこれをご覧いただいてですねスケジュール具体的にこの学校ではいつ講座が行われているのかそれを見ていただいた上で振替りりについいてても決めていただくことができますはいですのでこちらのスケジュールなどもご参照いただきながら皆さんご自身がどのクラスに どのように通えるかなそれも検討いただきたいなと思っています、はい、はい、レックキャリアコンサルタント養成講座の特徴のあたりもう少しお話をしていきたいと思っています講師の先生方なんですけれども実務家が中心です臨床心理士、精神保険福祉士などのメンタル的なところに関わってらっしゃる専門家の方や社会保険労務士 それから中小企業診断士などなど現場経験豊富な先生方が皆様に講義を行います。そして一緒に学ぶ仲間である受講生の皆さんなんですがレックがもともと資格の学校として42年間の実績がある関係で資業ですね 社会保険労務士さんや中小企業診断士さんあと弁護士さんとかもいらっしゃいますけれども私業でで活躍されていいいらっしゃる方方ダブルライセンスを目指すすが多いのは特徴かなと思いますそれから企業の人事部の方も多いですし REC が公共事業を行っていることからハローワークや人材紹介会社にお勤めの方もいらっしゃいます。かたや キャリア支援分野が全く専門ではなくて、もは全く初めてです。という方も大勢いらっしゃいますが、ご心配いただく必要はありません。あの受講生の皆さん様々なあの経験や、えー、キャラクターをお持ちの方なんですけれども、皆様あのコミュニケーションを取り合いながら、えー、お知り合いになったり、情報交換をしたりしながら楽しく勉強していただいてます。 男女比なんですがほぼ半々ですねで年齢の中心層まあ、40代が中心でしょうかただ20代大学生の方から60代以降の方まで非常に幅広い年齢層の方が、えー、勉強をしていただいていますはい。受講環境についてもお伝えしていきます先ほど、まあ、スケジュールのところでねちょっとこちらでもう一回映しましょうか お出ししましまたけれども全国のさまざまなレッグでは「本校」という言い方してますけれども「実施本校」というふうにありますけれどもねさまざまな学校がありますけれどもこちらですねあのみな駅前の通学しやすすい立地にありますそれから先ほど詳しくお伝えしましたが振り替え受講が可能ですので、えー、例えば東京の方が「 今ちょっと出張もねコロナで難しい部分もありましたが大阪に出張した際に大阪で講座を受けるそのような方もいらっしゃいました。振り替えも可能です。えそしてお伝えしたいのが受講料ですね受講料のレックが全国規模でさまざまな講座を行っていることからスケールメリットを講座の価格に反映しています。 一般価格として30万2500円でこれは税込みそしてテキスト代も込みですまた入学金などの追加費用はいただいていませんさらに各種の割引制度を設けていますはい、このようなあの様々なメリットを皆様に提供しています特に価格面ですね やはりあの講座の価格が30万を超える高い講座になっていますが多くの方にキャリアコンサルタントの養成講座を受けていただきたいと思っていますしレックは最初の方でお話ししましたが学ぶ、スキルアップをする働くそしてライフキャリアまで。 一貫してサポートしている会社ですので、キャリアコンサルタント養成講座の受講についても価格面で皆さんを応援したいと思っています。そのための皆様受けていただきやすい価格を提供している。はい、そのような取り組みをしています。はい、ちょっと切り替えていきますと、そして割引制度なんですが、あのここはぜひですね、あの本校のスタッフにお聞きいただきたいと思うんですけれども。 キャリアコンサルタントだけではなくさまざまな資格試験の講座を行っていますので他の講座で適用されているような割引制度でもキャリアコンンサルタントで取りり入れているものものたくさんあります例えばあの講座の説明会皆さん今説明会を受けていただいてますけれども、えー、当日に予約をしていただきますと1万円割引であったりとかレックの他の講座の受講生の方の割引とか ハローワークの職員の方の割引とかあと、まあ、専門職、修業の方の割引それから、これもですねあのライフキャリアを支援しているのが REC ですのでパパママ割引というようなお子さんいらっしゃる方の、ね、割引とかあと大学生の方の向けての割引それから再受講を検討されている方の割引などなどもご用意していますのであのぜひ、 このあたりも含めて皆さんご検討いただけたらなと思っていますえそして40年以上の受験指導の実績を活かして試験対策講座も行っていますでこの試験対策講座について少しだけご案内をしていきますとはい、まあ、学科試験と実技試験がありますとお伝えしていますが学科試験実技試験両方とも 試験対策講座としてご用意をしていますまあ、ウェブの講座でそれぞれ様々な講座がありますし面接試験の対策講座についてもウェブとかオンラインを使って行っていますもちろん通学でも試験対策講座面接の対策講座も行っています 特にあの実務経験で受験しようかなと思っている方は、試験対策講座を受けていただくと、合格の確率が上がって良いと思います。はいもう一つご参考としまして、の試験対策の、えー、お申し込みなんですが、この養成講座をお申し込みと同時に手続きをしていただきますと、えー、割引の価格で、 お申し込みいただくことができます、まあ、ウェブの講座になりますが学科の特訓ゼミと論述の合格講座それから一級技能士先ほどお伝えしましたねキャリアコンサルタントの中では最上位にある指導者レベルの方が教えてくださる面接合格講座この3点をセットにしまして割引の価格で、えー、お申し込みいただくことができます。 でこれはあの皆様養成講座を実際にスタートされる前の予習にもなりますし受講中は知識の整理やえノウハウの整理それから養成講座終了後は試験対策ととしてて使っていただくことができますお申し込みの金額なんですが通常ですと39,600円なんですが24,800円の割引価格になっています。 そして直前フォロー付きで2022年,年度版これから作成して改訂していくテキストですとか論述の回答例を直近のものをご案内していきまして皆様が受ける試験の対策にお役に立つようにサポートをしっかりしていきたいと思っています。 参考としてもう一つのご案内です学科試験の対策の書籍まあ通常これ書店で販売している本なんですけれども2022年度版を今発売予定1月の20日ですね2022年の1月の20日にキャリアコンサルタント合格の取説という本を出版しますこれレック独自の試験の分類法で学習効率をアップ しているもので重要な資料や白書など試験に出るところは QR コードをつけているので皆さん一個一個調べていただく必要がなくて qr コードでで直接その資料を見にに行くことができるようになっていますまた購入者特典として動画をプレゼントしていますので試験対策にしっかり役立てていただける内容になっています。またこの 執筆をされていて動画の収録もされている小澤先生なんですけれどもとてもすごい方でキャリアコンサルタントの資格のほかに100を超える資格を取得されている方なので試験対策のノウハウが非常に充実されている先生なんです。出題論点を抑えた 抑えて問題をどう解くか、そのアプローチ方法を提案してくださるので、皆様のの試験対策にとても役立てていただけます。はい。え、はい、それではえ、最後のパートパート4になります。合格後のサポートについてのご案内です。あのキャリアコンサルタントの資格を取った方。 のどのように例えば仕事を獲得したら良いのか資格をどう生かしたらいいのかそうしたご相談もたくさんいただいていますですのでここでは合格後のサポートとしまして npo 障害学習という団体のご案内をしていきますはい npo 障害学習ですレッググループの NPO 法人なんですけれどもキャリアコンサルタントの皆様自身のキャリア形成ににお役に立つ情報やコンテンテツを提供している団体ですオンラインセミナーやオンラインサロンということで双方向でのやり取りなども行っていますし受講料の割引制度などもありまして、えー、着目していただきたいのがこの赤字で書いてあるところですね。パーートナー講師の募集や採用情報もお伝えしています それから先ほど公共事業のキャリアコンサルタント募集もしていますよっていうお話もしましたけれどもこの採用情報などのご案内もしていますちょっとプレゼンターの方でお話をしますとね先ほど公共事業公共案件のお話をしましたレックは厚生労働省から複数の事業を受託して実施しているというお話もいたしました。ここちらでですすねね公共のところです、ね はい、でこの公共事業の中では公共事業って1年間あのほとんどですね1年間で4月から3月までの年度ごとに予算がついて事業を行っていくんですがキャリアコンンサルタントの募集をを行行っってて採用活動を比較的頻繁に行っているんですそうした公共事業でのキャリアコンサルタントやセミナー運営などの募集を しておりまして NPO 障害学習登録者の方には具体的にメールをお出ししたり募集情報を流したりして、えー、情報提供をしています。はいということであのこの先お仕事を獲得していきたいなという方には大変役に立つと思いますのでの合格後ぜひ NPO 障害学習へのご登録をしていただけると良いかと思います。 それからキャリアコンサルタントの交流会をレックと共催で行っていますはい、これから養成講座4号6月生に申し込まれる方の目標試験の合格発表の後なので2023年の2月頃になりますがオンラインで実施を予定しています全国の,の合格者の方が集まってまあ、オンライン上で集まっていただいての交流会になります 先生方もちろん参加されますし資格取得後の自己検査をどうしていったらよいのか修了生や、えー、講師の先生方との情報交換やネットワークの構築をサポートしていきます専門家の先生をお迎えしての講演会やオンラインでのグループのグループに分かれての懇親会なども行っていきますで、まあ、コロナが感染拡大するまでは 関東関西名古屋で実際に集合の形式で交流会を行っていましたこの最近コロナの感染状況どうなるかわからないんですけれどもあの、まあ、実施できるようになれば集合形式でもぜひやりたいいなと思っています皆さんが合格された頃はねあのこうした形で集まって交流会ができるといいなと心から思っています。 この NPO 学習に登録いただくまあ登録の方法なんですけれども養成講座終了されてキャリアコンサルタントに登録をしていただく方が登録料をお支払いいただくことで会員になることができますちょっとご案内遅くなりましたがあのキャリアコンサルタントの国家資格化の前から2002年にですね東京都に からあの認められている NPO 法人が、えー、NPO 障害学習ですはい。えでは最後に受講スケジュールや受講料のご案内をさせていただきます2022年養成講座4号6月生11月試験向けの皆様ですが開講予定が全国で28クラスです うち8クラスがオンラインズームによる講座になっています受講料先ほどもご案内しました一般価格で30万2500円です税込みでテキスト代込み入学金などはいただいていませんその他の諸経費などもいただいていませんで、各種の割引制度もご用意していますのでぜひスタッフにお尋ねください 専門実践教育訓練給付の制度利用で受講料の最大70%までお手元に戻ってくる受講料の面でも非常に皆様に講座にチャレンジしていただきやすい資格を取得いただきやすいのかなと思っていますのでこちらも活用いただきたいなと思っています。はい とということでご案内してきましたがこの最後のですねスケジュールや受講のご案内についてはこちら、はい、キャリアコンンサルルタント講講座受講料スケジュールのごご案内でご確認をくださいこちらの中に先ほども少しご説明させていただきましたが各種割引制度なども書かれていますそれから具体的にどこの学校で。 いつ講座が行われるのかスケジュール12日間の日程もすべて書かれていますので皆さんどこだったら通えるのかないつだったら、えー、チャレンジできるのかなそんなこともご検討いただきたいと思っていますそれからこのパンフレットですねキャリアコンサルタント養成講座の パンフレットこの中にもあの今日ご案内いたしました内容が具体的に書かれています講師の先生方のご紹介もありますので参考にしていただけたらなぁと思っています。はいということでキャリアコンサルタントの資格取得それから資格取得までの過程で得た学びを生かして皆さんご自身の キャリアにぜひ彩りをつけていただきたいなと思っています。これからの激変する社会の中で、皆さんがしっかり活躍していただくためには、キャリアについて学ぶことは本当に有益だと思っています。はい、皆さん、ぜひキャリアコンサルタント養成講座の受講をお待ちしています。 皆さんと講座の中でお目にかかることができたら本当に嬉しく思いますはい、はいえ、ここまでご案内をしてきましたキャリアコンサルタント資格講座説明会こちらで終了させていただきますご不明点などありましたらぜひお尋ねください今日はどうもありがとうございましたそれでは失礼いたします